かりんと萌の今日も引きこもり。さあ今日は2回目、2回目となります。2回目どうだった？ウーバーイーツ楽しかった。相棒紹介ということで、これがなきゃ無理みたいなのを紹介してもらいます。はい、持ってきたんですよね、私たち、はい、いっぱいたくさん持ってきました。なんかこっからここの色がすごいな。わかりやすいかも。わかりやすい。じゃあ相棒の説明にいきましょう。まずもうずっとこれね置いてあると思うんですけど、うん、これは横浜にあるワールドポーターズっていう建物の中にあるぬいぐるみのお店というか、すごいぬいぐるみいっぱい売ってるところが、私クマのぬいぐるみがないと落ち着かなくて、うん、それ何してる時に何するの？いや何これはなんかでも本当にこうやって携帯いじりながらこうやってやってたりとか、クッションみたいな、クッションみたいな感じ、こうやってやったりとか、横になるときに、このクマは本当にめっちゃ気持ちいいんですよ。気持ちよさそう。いたします。ファッファしてる。めっちゃ気持ちいいし、なんか落ち着く、すごく、うん、なんか安心感を持たせてくれる、うん、一番必須です、このクマは。どこにいるの？いつもリビングにいたり、ベッドにいたり、長期滞在のなんか地方で舞台があったりとかするときは持ってきます。すごい。かわいい。持ってかないとなんか落ち着かない。あのちっちゃい頃はよく話しかけたりしてましたけど。かわいい。いつから一緒にいるの？これはでも最近です本当に。これは最近来たやつで、ちっちゃい時のやつはなんかもう多分。親に捨てられちゃいましたって、ぬいぐるみめっちゃあるんですよ。なんかクーラーボックスに、クーラーボックスって言うんですか、クーラーボックスじゃないな、クリアケースか、クリアケース、クリアケース、クーラーボックス違う、違う、誤解が生まれる、違う、クリアケース、大きいクリアケース2つ分ぐらいぬいぐるみあって、これは絶対なきゃいけないものです。もう一個はこのファンの方からいただいたんですけど、月ライト。それ光る？どうやって光るの？センサーっていう。ここにセンサーがあって、見えるかな？見える？若干暗いところじゃないと多分わかんないんですけど。ほんのり明るくなる。そう、本当に結構意外と本当暗くしてたらめっちゃ明るくなって。間接照明とか。うん、そう、めっちゃ間接照明にもいいし。なんか月って見てると落ち着くじゃないですか、うんうん、すごい落ち着くからめっちゃなんかふわーって自然となんか眠気につける。確かにリラックスできそう。めっちゃリラックスできるアイテムの一個です、うん、寝る前とかにつける。そう、寝る前とかにつけたり、うん、まあ、なんか雨降ってる日とか暗いから、うん、部屋が、うん、なんかこれあっただけで結構落ち着くし、うん、なんですか？引きこもりだからしょうがないじゃないですか。なんか暗いとこが好きなんですよ。そう、暗いとこが好き。私たちもね、今日さっき移動してる時に、あー日が強いねっていう話をさっき日陰ないかなみたいな。太陽が苦手なの？太陽、そう、苦手。眩しいのが苦手。そうだからまあこれは結構、うん、おすすめです。とあとはまあお菓子ですね。お菓子がいっぱいある。お菓子いっぱいある。このサシャ食べたことあります？あるよ、多分ある。なんか最近私知ってサシャっていうものなんか結構昔からあるあるね、うん、って言われて、
昔からあるんだと思って。最近私なんかコンビニの店頭に並んでて、うん、めっちゃ美味しくて感動してめっちゃ箱買いしてます。サシャ、これはでも本当になんか落ち着いた時に食べたり、うん、めっちゃ携帯食べながら違う携帯見ながら開けて食べたりとか、一箱普通に1日で食べちゃう。あとポイフル、懐かしくないですか、舞台とかの休憩中とかによく食べるんですけど、なんか家でもすげえ食べてるなと思って。ポイフル、あと龍角散、渋いこれはなきゃいけないんです。私舞台とかやってると喉本当にやばいので、なんか自然ともうスナック感覚で龍角散舐めちゃう。あとは蒸気でホットアイマスク、これマスク知ってます？マスク、マスク、その蒸気であったかくしてくれるんですよ、喉を。で私一回マジで休みの日にアイマスクしてこれって寝たことあってめっちゃ熱くなったなんか本当に疲れた時とかもう舞台とか見てるとずっと文章を読んでるんで、セリフとか読んでるから、これあると本当目すっきりするし、これあると喉すごい次の日調子いいし、マジでおすすめです。ここら辺は家で過ごす方には、うん、パソコン見る人とか絶対いいと思う。と、あと私朝にお風呂入るのが好きで、マジで本当なんもない日は前日はまあ湯船だけ使って、うん、で次の日はシャワーして湯船使ってってやってパックするんですよ。時間ゆっくりあるじゃないですか、休みの日は。ゆっくり入れるし、めっちゃ落ち着くし、ルルルンのパック使ってます。最近歯の調子めっちゃ良くて、おありがとうございます出るのかい。続きましてスイッチです。基本なんか家でいる時テレビにつなげて大きい画面でなんか太鼓の達人やったり。太鼓の達人やるの？太鼓の達人超好きなんです。太鼓の達人とマリオカートだけは負けないです。マリカーやりたい。マリカーやりたいね。得意。あとは思ってるんですけど、今度対決したい。やりたい。対決したいね。私も得意だ。わお、ハマピーと3人で。それまでにちょっとめちゃめちゃ事前練習してこよう。そうだよね。プロコン持ってこよう。ゲームはめっちゃ好きですね。ゲームがなかったら多分ほぼほぼ思え。寝てます多分っていうぐらいの引きこもりです。部屋着はこれはジェラートピケ、ちょっと上下違うんですけど、うん、でもこれこのモコモコとこのなんていうんですか、ストレッチめっちゃ効いてるタイプの、うん、肌触りめっちゃ肌触り良くて、これスヌーピーが書いてあるんですけど、かわいい。これがないと私は生きていけない。生きていけない生きていけないです。パリンのアイボー紹介していきます。まず一番の相棒と言っていい携帯ですね。もちろんYouTube だったり配信見る系のなんだろう、ツイッチだったりとか、うん、オープンレック、ツイッチオープンレックっていうゲーム実況のための配信があって、はい、って最近だとツイッチでゲームの大会が今世界大会やってるんで、それを夜中みたいに朝方になってたりとか、うん、あと携帯でもゲーム結構するんで。何するの？プロジェクト世界っていうのとか、アルスバーのストーリー、うん、あとウマ娘、ここに貼ったんだけど、ウマ娘と、うんうん、ツイステッドワンダーランドっていうディズニーのちょっとゲームがあって、うん、知ってる？知ってます、知ってます。へえ、一人でやるの？そのゲーム、はい、一人でもひたすらもこくあ、そうなんだやってます。で、あとは LINE 漫画だったり、漫画系のアプリもちょこちょこ入ってて、どっちかっていうとその SNS 触るっていうよりかは、うん、こういう配信見たりとか、うん、ゲームしたりで使うことが多いです、うん、ソファーの定位置でずっとこうやってゲームしてと、スイッチですかね、ーゲームスイッチライト、動物の森とドブエデイライトっていう。え、DVD やってるのこの2つ、ハリンちゃんがえ、そう一緒にやりたい。やろう。やった。そうで、なんか最近だと友達一緒にやってるとこ見たい。最近だとそのアクター側に貞子が出てきたり、
バイオハザードとかコラボで出てきたりとかで、楽しそう。めちゃめちゃ楽しいけど、まあホラーっちゃホラーなんで、結構まあ、はい、ちょっとグロいよね。グロテスクって言うんですけど、だから人によってはちょっと見れない要素もあったりとかするけど、めちゃめちゃ楽しい。楽しい。それをずっと一人でやって、動物の森と一緒に一緒にそう、世界観違う全然違う。ほんわか動物の森しながら終わったらがっつり血まみれの血まみれのめっちゃメンタル揺さぶられそうっていうローテーションでゲームしてます。次いきます。次は続きまして秘密系ヘアバンドとクリップ。かわいい。これは部屋だけじゃなくて普通に外行くときもつけたりするんですけど、もう家いるときは前髪いらないんで前髪はいらない。ここもいらない。全部いらない。全部いらない。全部いらないからもうがっつりも上げて、かわいいね。それどこも。これはスナイデルフォームあのやつで、こっちのクリップはポテテっていうヘアアクセサリーが揃ってるところなんですけど、そこのディスク止めたりして過ごしてます。続きまして、メガネです。あ、それどう入ってるんだよ。これどう入ってます。ゾフだったかな。あ、ゾフだ。ゾフって書いてました。なんかブルーライトカットとかも入ってる。結構前に買っててずっと使ってるんですけど、で普段はコンタクトなので、家にいる時とか、ちょっと近場、コンビニとか行く時はこのメガネつけて出てます。メガネのカリンちゃんもちょっと見たいね。見たい。いつか見れる日が来るの。私はもう今日はオフ、ね、オフ系だからずっとメガネ。これも動画入ってる。あ、そうなんだ、うん。続きまして。続きまして。どういうか。じゃあ、ノートパソコン。かわいいピンク。な大学生の時に、なんかレポートとかで使うかなって買ったんですけど、まあ今は、大きい画面で動画見たい時に使うようになっちゃってます。もうちょっと活用したいです、PC。活用したら使わない。本当に動画見たい時とかしか使わない。あとなんか、申告とかリアルだな。リアルだな。最近作ってました。で、あとはソニーのワイヤレスイヤホンです。同じの持ってる。こう自分の世界にこう浸りたいときにつけて、家の中でまたさらに自分の世界に入りたいときはこうつけるっていうやつで、外出るときもこれ使ってます。で、最後は漫画。かわいい。でね、アーニャ。最近もそうジェリーのやつで紹介したんですけど、スパイファミリーです。ずっとハマってない？ずっと。ち、今あのアニメが始まったので、もうさらに何度も読み直ししたりとか。本当に見てほしい。アニメ買ってもいいから本当に見てほしい。他にも読んでる？めちゃめちゃ今読んでます。何読んでる？あとは継続的に読んでるのは呪術廻戦とか、早々のフリーレンとか、最近そのジェリーの YouTube で紹介した漫画は今も継続的に集めております、じゃああと2つかな、紹介していきます。じゃあこれカップ付きのインナー。長袖の、長袖これは長袖で、あと普通にキャミのタイプとかいろいろ持ってるんですけど、ユニクロのやつです。前の、そうですそうです。なんか家にいるときはもう締め付けられたくないから。どれだけこう自然体で緩くいる感じで、で絶対ユニクロのは家にいるときは絶対つけてるかもしれない。めちゃめちゃ持ってる。家にいる時間が長いからね。めちゃめちゃこれはおすすめです。で最後はマグカップ。かわいい。これ最近買ったんですけど、ドッポーラ美術館に最近家族で行きまして、その時に買いました。かわいい。服はいつもスウェット。じゃじゃん、スウェット。かわいいね。ユニ
もいい。ちょっと、ね、これはちょっとおしゃれにしてきたくて普段は外で着てます普段はお部屋では本当にもう T シャツとか、あのちょっと着なくなった T シャツとか今日はおしゃれに、今日はおしゃれしてきた、おしゃれなんだよねさあ、はい、というわけで私たちの必需品を紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか聞こえた今聞こえた、いいね、かわいいね、おしゃれで、おいしそうだねおいしそうだね、確かにね、おいしそうで、結構ね、共感できる部分もある方も多かったと思うし、どうでした実際見てみて、私たちのプレゼン、確かにハマピーだからハマピー、でもリアルですごい良かったと思います。この潤いマスクとかも確かに違うすいませんね、生活学がちょっとすいません、失礼します。リアルに使ってるやつだもんね。そう、リアルに実際本当に使ってるからか、いろいろ知れて良かったです。ありがとうございますハマピーが褒めていただきました、ありがとうございます。共感できるなとか思った方はぜひ無言の圧力チャンネル登録とねグッドボタンよろしくお願いします。作業風に見ながらぜひ見るのもおすすめなんで、YouTube ぜひ見てください。お願いします。以上、ハリンと萌の今日も引きこもりでした。このポーズでみんな写真撮ってね